次の衣装ですね。大丈夫だ。ちょっと水で濡らして染み込んですけど、思いっきりしけました。結構かっこいいイメージです。はい、参りましょう。お願いします。はい、よしよし、オッケー。めちゃくちゃ綺麗。はいはいはい、かわいらしい。めちゃくちゃいい。あ、その節目欲しかったです。節目、そうそうそう、めちゃくちゃ綺麗。オッケー、バッチリ。よし、さあこっち向いていただいて、そうそうそう、オッケー。よし、うんうん、かわいらしい。あー、よいよいよ。よっしゃあ、よし、うん、でここをちょっとここを引っ張る、そうそうそう。これはね、これは今めちゃくちゃウケる格好だと思いますこれ。ちょっとね、日本の XS ぐらい。ああ、なるほど。カジュアルな親しみやすそうな感じで。そんな感じかなって言ってた。部屋にいるぐらいの気持ちで足上げたりとかっていう。リラックスして彼と二人でいるような。そうそうそう、つけてください。これちゃんとしたお仕事です。セクハラではありません。あ、尻尾もあるんですね。これはお仕事の映像です。お仕事の映像です。決して決して胸尾がセクハラをしている映像ではありません。可愛いですね。可愛いですね。ハロウィン向けという感じですよね。ヒョウと柴犬ってことですね。私のが強い。多分ヒョウのが強いですね。そうですね。はい、では行きます。せーの。はい。いい。頑張ります。頑張ってください。頑張りましょう。はい、せーの。お願いします。せーの、はい。はい、お願いします。せーの、はい。あ、こうやってよく行っちゃった。来た。良さそうですか。ちょっと。ああ、なるほど。はい。あ、じゃあそうしましょう。ごめんなさい。ああ、いけ。ゆっくり。はい、お疲れ様です。よかったね。よかったですね。もうカメラを向けた瞬間にビシッとこう顔が決まるんですよね。TikTok には載せられないようなちょっと刺激的なものもね、あったりとかするんでね。そうね、このパネルも上がるのもね、ぜひ楽しみにしていただければ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。